あなたの爪にこのサインが現れたら危険なことが起きる前兆かもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。最近なんかついてないなって思う時はありませんか？シリーズの今回は爪編でございます。なんとなく気分が晴れなかったり、イライラしてトラブルが続いていたりする時は運気が下がり始めているのかもしれませんよ。そんな運気のバロメーターの一つとなるポイントが実はこの爪なんですね。そこで今回は爪に現れる危険サインについてお話しさせていただこうと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。爪というのは皮膚の一部でね、毎日少しずつ伸びてまいります。そうやって伸びた爪の一番先のこの部分はですね、おおよそ 3-4 ヶ月、まあ人によっては長い人で半年前に生え出した爪になるそうなんですよね。また心臓は22日間の周期、筋肉や肝臓などは約2ヶ月周期、そして骨に至っては約3ヶ月なんそうですよね。ということで、およそ3ヶ月間で内臓や骨も含めて全身の細胞の新陳代謝がなされてね、完全に新しい自分の細胞に生まれ変わっているということになります。爪以外はね、3ヶ月間で総入れ替えしているのに、爪先の皮膚は長い人で半年前からずっとね、苦楽を共にしてきた同志と言える存在なんでございます。逆に考えますと、半年分の役が溜まっているとも言えるんですよね。そこで私たちは爪が伸びてきたら切るわけでございますけれども、爪を切ることで同時にね、役を落として心機一転さっぱりすることができるんですよ。役落としとしての爪切りのやり方なんですけれども、これはね、ただ爪を切れば OK でございます。綺麗な半紙やティッシュペーパーを敷きましたね。その上で爪を切ります。そして切り終わったら敷いていた半紙やティッシュペーパーに包みますよね。切った爪を包んで半紙やティッシュペーパーの上に粗塩を一つまみかけましょう。ここでかけるお塩は料理を作るんじゃあるまいしね、味塩じゃこれ意味がございません。手の爪と言いますのは、スピリチュアル的にはね、アンテナのような役割になっておりまして、アンテナ的な爪を清潔きれいに保っていることで、感性の精度を上げることができます。ということで、爪に現れた危険サインと、役落としの方法について7つお伝えさせていただきまして、最後は爪に現れた幸運サインについても3つお話していこうと思います。あなたの爪にこのサインが現れたら、危険なことが起きる前兆かもしれませんよ。では行ってみましょう。爪に現れる危険サイン7選、まず1つ目は、爪が割れた時。手の爪が割れたという経験をした人がおられると思いますけれども、これはどういうサインかと申しましたら、実はあなたの身近にいる誰かがあなたのふとした言動によって傷つけられていることに早く気づきなさいよというサインでもあるんですよ。え？そうなの？と驚かれた方もいらっしゃると思いますけれども、実はそうなんです。もしかすると、あの人に向けた言動が原因だったかも、なんてね、思い当たる人が浮かぶかもしれません。そんなあなたに大切なことは、自分の意見を押し通すだけではなくて、ちゃんとね、相手の話に耳を傾けられて、相手の人の意見もや考え方もしっかり受け入れるように意識しましょうね。そうこうしているうちに、爪のトラブルも解消されていることでしょう。爪に現れる危険サイン7選、2つ目は、爪に縦の線が出た時。手の爪にひびのようにね、縦の線が現れた時は、運気が低迷しているサインとして受け止めましょうね。長い人生にはね、順調の時もあれば、低迷する時期も誰にだってこれは当然ございます。なのでね、そこまで不安になることはないんですけれども、ただしばらくはね、運気がダウンしているサインとして真摯に受け止めて、今できることを再考していただくので、そういった機会にしていただければよろしいかと思います。また、運気が停滞している時に、調子がいい時と変わらぬペースで頑張りすぎてしまいますと、間違いなくこれね、ガス欠を起こしてしまいますので、まずは現状を把握して、時を来るのを準備して待つという意識がこれ大切でございます。充電機械にしっかり充電しておりませんと、いざゴーサインが出た時にフルパワーで活動できませんのでね、そうならないためにも心身ともにゆっくりと休められて、運気の流れが変わった時のためにパワーを蓄えておきましょうね。爪に現れる危険サイン7選、3つ目は、爪に血豆ができた時。爪に血豆ができた時はね、トラブルやアクシデントが発生する予兆と思って受け止めましょうね。血豆というのはね、怪我をした時にもできやすいわけなんですけれども、ここで言っておりますのは、自然発生的にできた血豆のことでございます。自分では予期せぬ出来事が起きる前触れとしてのサインだと思って受け止めてくださいませね。もしかすると、良い方の予兆ということもございますので、必要以上にビクビクしないでね、起きた出来事に対応する心の準備をしておかれると、これ間違いないですよね。爪に現れる危険サイン7選、4つ目は、爪が変色してしまっている時。手の爪が変色した時、あなたの健康が低下しているというサインでございます。爪が変色しているのは雑菌などが原因であることが多いんですけれども、スピリチュアル的にはね、健康状態の危険信号を意味いたします。健康状態の危険信号と言いますのは、過度なストレスを感じている時とか、睡眠不足や栄養過多、あるいはね、栄養のバランスが偏っているなどというサインになります。
これの対処の仕方は心身を休められてパワー充電することが何よりなんでございますけれども、爪の変色以外ね、体が思うように動かなくなったとかね、食欲がないとか睡眠障害に陥っているなどね、すでに何らかの症状が現れている場合はすぐにかかりつけのお医者さんにご相談に行きましょう。爪からの危険サインを見逃すことなくね、ちょっと意識なさってみてくださいね。爪に現れる危険サイン7選、5つ目は爪を噛んでしまうとき。手の爪を噛む人はね、これ大人から子供まで見受けられます。子供の頃はね、誰でも爪を噛んだ経験があると思いますけれども、物心ついてからも爪を噛んでいるようなときは自分の望んでいるものが手に入らないことを知らせるサインと思って受け取りましょうね。ここで言う望むものというものは物質的なものばかりではなくて、地位や名誉のようなものも含まれます。いずれにいたしましても、爪を噛んでいる人の姿は美しくありませんし、傍から見て美しくないという印象はあなたの運気を下げることにつながってまいりますよ。爪を噛んでいるあなたにはストレスが溜まっておられて意識散漫になっている可能性がございますので、望んでいるものは手に入らないことを知らせるサインだと思って受け止めて改善してまいりましょう。爪を噛まなくなったあなたは余計なことに意識は向くことなくね、自分の望む道へまっすぐね、歩を進めていけるはずでございますよ。爪に現れる危険サイン7選、6つ目は深爪をしてしまい痛い時。爪を切りすぎて深爪している状態もこれよくありません。具体的には金運の低下を表すサインでもございますよ。深爪をしているあなたは経済的にもね、健康的にも精神的にも不安定な状態ではないですか。そんな今のあなたが気をつけるべきことは、金銭面での対応に十分気をつけていただくことでございます。もしトラブルに巻き込まれているようでしたら、まずは落ち着いて一つ一つのトラブルを解決していく道を探りましょう。問題が起きたということは原因があるわけですから、その問題の原因に焦点を当てられて落ち着いて一つ一つね、対処していったらこれ大丈夫でございますからね、落ち着いていきましょうね。爪に現れる危険サイン7選、7つ目は爪が剥がれてしまった時。怪我や病気もしていないのに爪が剥がれてしまったなんて時のサインは、あなたがこれまで積み上げてこられたことが一瞬にして崩れてしまう可能性があるという危険メッセージとなります。爪が剥がれてしまった上に最悪メッセージということでね、愕然としてしまうかもしれませんけれども、逆に考えれば今取り組んでいることに気を抜かずに初心を思い出して足元を救われないように気を引き締め直されてね、気をつけておけばこれまで積み上げてこられたものを失うことはないと言えるでしょう。一つ一つ慎重にね、そして大切に物事を進めてまいりましょうね。ということでまとめ、爪に現れる危険サイン7選、一つ目は爪が割れた時、2つ目、爪に縦の線が出たとき。3つ目、爪に血豆ができたとき。4つ目、爪が変色してしまっているとき。5つ目、爪を噛んでしまったとき。6つ目、深爪をしていたいとき。7つ目、爪が剥がれてしまったとき。以上、7つの危険サインについてご紹介させていただきました。では逆に、幸運サインについての3つご紹介させていただきますね。爪に現れる幸運サイン3選、1つ目は爪に白い斑点が出た時。手の爪にね、白い斑点が出てきた時は運気上昇のサインでございます。これはね、聞いたことがあるという方も多いでしょう。その白い斑点が爪の付け根の方に現れましたね。徐々に爪が伸びるに従って爪先まで来て、爪を切ったそのタイミングで願いが叶う、そんなね、都市伝説のような話が昔から言われておりますけれども、実はこれはね、本当のことなんですよね。爪を切ったそのタイミングというよりもね、白い斑点が消えるまであなたの運気は上昇し続けます。そんな今のあなたがやるべきことは、積極的にいろんなことにチャレンジしていただくことでございます。今のあなたは運気上昇期間中でございますので、ぜひね、自信を持って気になることにどん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 取り組んでみましょう。爪に現れる幸運サイン3選、2つ目は左手の薬指の爪が割れる時。爪が割れる時はあなたが誰かを傷つけているサインというお話をしましたけれども、中でも左手の薬指の爪が割れた時のサインだけはね、これ意味が異なってまいります。結婚指輪ってどこにされますか？左手薬指にはめれますよね。そんな左手の薬指と恋愛運には深い関係がございます。そんな左手薬指の爪が割れた時というのは、まさに恋愛運アップのサインとして受け止めましょうね。もしお付き合いしていらっしゃるお相手がいる場合はね、結婚するタイミングとしてのサインとも考えられますよ。あるいは片思いなどしている恋愛相手への愛情が高まってきましてね、その気持ちに相手も気づき始めたサインとしても考えられますよ。あなたに今気になっていらっしゃる誰かがおられたら、思い切って告白してみたらいかがでしょうかね。爪に現れる幸運サイン3選、3つ目は爪が早く伸びる時。爪というのは3、4ヶ月から長くて半年というお話を再三してまいりましたけれども、そこまで時を経ずに爪が伸びていることがあればね、あなたに降り注がれている神仏様やご守護霊様からのパワーが大きい証拠でもあると思いますよ。目まぐるしく変動する現代社会にあって、あなたに期待する大きな力が神仏様からあなたに降り注がれていることを意味しております。周りの人のね、アンチな評価に潰されることなくね、いろんな意見も良い意味で柔軟に見極めながら取り入れてまいりましょう。ということでまとめ、
爪に現れる幸運サイン3選、1つ目は爪に白い斑点が出た時、2つ目左手の薬指の爪が割れる時、3つ目爪が早く伸びる時。以上、幸運サイン3つご紹介させていただきました。さあ皆様いかがだったでしょうかね。早速ね、爪を清潔きれいに保っていただく意識を持たれて、さらにね、あなたの感性が磨かれて、あなた自身が洗練されていかれることを心よりお祈り申し上げておりますよ。ということで、今回の話は参考になったようと思えたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。